まあ、勝った時は、まあ、ほっとした気持ちが一番最初に来て、そこで、まあ、泣かないって自分で決めてたんですけど、そこで、まあ、泣いてしまって、まあ、まあ、やっぱり、まあ、プレッシャーもありましたけど、まあ、今、長崎県予選優勝できたことは良かったと思いますし、でもしかし自分たちはまだ全国っていう舞台でどこまで通用するかっていうところもチャレンジャーとして挑まなくてはならないなと思っています。まあ、昔は蹴って走るっていうサッカー国見の伝統だったんですけど、今自分たちはまあ、しっかりボールを保持して、まあ、ゴールにつなげるっていうところを自分たちは意識してやってるので、そこを見てもらいたいなと思います。自分たちだけじゃなくて、支えてもらった、まあ、OB の方々や、まあ、スタッフ、まあ、保護者の方々、まあ、地域の方々の力があってこその、まあ、国見高校復活できたと思ってるので、まあ、そこは本当にすごく感謝してます。まあ、自分たちはもちろん優勝を狙ってますけど、まあ、まず目の前に、の相手に負けないサッカーをして、まあ、チャレンジャーとして、一戦一戦挑みたいなと思います。やっぱり自分は1年生の時から、まあ、選手権とか出させていただいて、まあ、ベスト4で、まあ、負けてしまったりとか、たくさんの方々が応援に来てくださってる中、まあ、負けてしまっているので、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだったので、本当にこの自分たちの代で優勝できたっていうところは本当にすごく嬉しかったっていうのはあります。国見高校を知ったのは、まあ、コーチの、自分、中学校の時のコーチの話を聞いて、あ、そうなんだ、こういう、国見高校ってこういうすごいところなんだっていうきっかけ、まあ、校長室とか入ったらもうトロフィーだらけで、まあ、そこに自分たちのトロフィーも飾れたっていうところは、本当にすごく嬉しかったです。まあ、そうですね、自分の持ち味である、まあ、両足のキックと展開力であったり、やっぱり今自分が武器になってきているセットプレーのキックの質であったりっていうところを見せていきたいなと思います。まあ、そうですね、これからどんどん、まあ、選手権に出るのが当たり前っていうチームになっていきたいなと思います。選手権の優勝した瞬間、にまあ、まず思ったのは、やっぱりここからこう全国で勝負できるなっていう、まあ、嬉しさっていうよりは、全国で国見高校が試合ができるってい こう気持ちの方がやっぱ大きくて、やっぱりそれを目標にやってきてたので、全国でやっぱりそこでこう強豪校の中で戦えるっていう、そのこれからだっていうような気持ちが、大きかったですね。そうですね。まあそういう、ね、いろんな方からの声っていうのはやっぱ優勝した後に、まあ本当に多方面からいただいて、あ、やっぱすごい高校なんだなっていうのを改めて、まあ小宮先生が作り上げられた国見高校っていうのがいかにこう大きい存在だったかなっていうのはこう実感をしているところなんですけども、まあ以前のイメージされている国見っていうのと。今の国見っていうのは、まあ、当然、髪型もそうですし、ちょっとこう、違いがやっぱりあると思うんですけど、まあ、今の国見でも、やっぱり国見高校らしさがあるなっていう、そういう選手たちが本当にこう、躍動する、生き生きとした、こう、プレーであるとか、チームであるとか、また、オフザピッチのところも含めて、国見高校っていうのを、新しい国見高校っていうのを見て、それでまたこう、応援していただけるようなチームに、最後こう、仕上げていければなと思ってます。はい、取れ。
7度目の全国制覇目指して頑張るぞ。オー！